ネクラの直し方教えてください。これね、今日かな？昨日かな？これね、新学期を迎えて、ネクラゆえに、友達とうまくこう、第一印象の感じがうまくいかなかったマロと推察する。はっきりお答えしておこう。ネクラは治らん！アンジュカトリーナ、無理だよ、やめ。ネクラは治らん。根の暗さは治らん。改善できるものじゃない。私も17年間ネクラを治そうと頑張ってきたけど、治らん。これ治るものじゃない。だけど、恥じるな。恥じるんじゃない。いやもう、ほんと。アスファルトを見て生きろ。下を向いて生きることを恥じるんじゃない。胸張って歩かなくていい。上向いて歩けとかいう明るいやつの言うことなんか気にするんじゃない。ネクラでいい、ネクラで。ネクラでもいい、ネクラでも生きていける。ネクラでも友達はできる。ネクラでも愛せる。ネクラを誇っていけ。恥じるんじゃない、暗いことを。いやもう本当にアスファルト向いて生きろ。胸張って歩かなくていい。そのままでいいから。そのままでも友達はできる。理解してくれる人もいる。何より私はそういう人のことをちゃんと愛していますから。ネクラを愛して。ネクラを愛して。何にも悪いことじゃないから。自分のことはっきり主張できることだけが正義じゃないから。大丈夫、ちゃんとそういう性格だって分かってくれる人はいる。ちゃんと時間が解決するから。いやなんかね、本当にちょっと落ち込んでそうなマルだったから拾ってしまったんだけど、大してそんななんか何にも考えてなかった。あれだけど。やった、支持率アップした。今ので支持率アップした。やったな、やったやった。はい、リゼヘルエスタの放送ではもうネクラの人の戸籍手書きで作っていくから、本当に一人一人握手してネクラの戸籍作っていくから、大丈夫、全然やっていける。ネクラとか関係ない。うん。激プリン以上。